Господин полковник, я что-то нашел. Вид, допишите мою руку, я там один я. Усе так понял, помимо. その間、ソアーヌは木々の間の小道をくぐり抜けて蛇行しながら丘をゆっくりと馬のファイヤーを走らせていた。突然ファイヤーが四個の蹄鉄を前に押し出し、軽く体を滑らせて立ち止まった。ソアーヌは前方につんのめりになったが、万一に備えて常にウェスタンスタイルで片手を蔵にかけていたおかげで、体が馬の首より前に倒れるのを防ぐことができた。早足で着いた場所の30メートル先には灰色の大きな狼がじっとしており、両耳をこちらに向けて睨んでいた。馬のファイヤーは一匹狼は何も恐れていなかった。危険に対して馬は二つの武器を持っていた。まず走ることと、骨をマッチ棒のように粉々に砕く鋭く鉄打ちされた蹄だ。馬のファイヤーの場合は脇からの攻撃は不可能だったから、前後がかなり危険だった。狼にとっては常に神経を張り詰めていなければならなかった。狼の方に向けられた馬のファイヤーの両耳は規則正しくレーダーのように前から後ろに動いた。馬の視界というのはパノラマのように広く、後ろの小さな角度を外せば周り全体を見渡すことができた。軸を中心に少し体をずらせば、全ての動きを全ての方向に調整することができた。しかしこの視界の広さは距離の正確な把握ができないという難点があった。狼は1センチ単位でおおよその距離を予測できたが、馬のその能力は怪しかった。さらに馬の視界は頭の位置に立っていた。頭を高く掲げれば遠くが見合わせ、低く落とせば近くが見えた。遠近の距離を調節するには周囲の茂みに向けて頭の上下運動をするのが一番だった。30秒間考えた後、ウルフガング・アマデウスはこっそりと来た道を引き返した。最初はゆっくりと、それから足早に立ち去った。狼にとって騎手は脅威であり、一方馬にとっては自分の下流可能な範囲にいなかった。睨み合いを長引かせるのは無駄だった。馬のファイヤーは全ての物音が消えるのを待って、狼がいたところまで行き、去っていった方向を確かめると誇らしげに再び遠足でかけていった。